大統領選にどんな影響を及ぼすのかテレビ朝日外報部の中丸デスクに話を聞いていきます。よろしくお願いします。はい、まずトランプ陣営といいますか、まあ、共和党、そして共和党そのトランプ前大統領を支持する人たちですね、はい、どんな反応を考えられますか。そうですね、まずそのトランプ氏を支持している人たちの中にはですね、このトランプ氏的なアメリカ、これが民主党政権であったり、ひいてはアメリカ社会全体からこの抑圧されてるんだというふうに受け止める方が結構いるんですね。はい、で今回のですね、まだ容疑者の動機が分かってはいませんけれども、うん、まあ、少なくとも命を狙われたということは、まあ、さらなる攻撃を仕掛けられたというふうに受け取りますよね。でそういう支持者たちはより団結してですね、結束してこの選挙戦を勝たねばならないというふうな動きが出てくると思います。あ、自分たちはやっぱり抑圧されてるんだ、これは間違いないというふうに、まあ、受け取るその象徴的な事件になってしまうのではないかなと思いますね。はははは、はい、で中間層といいますか、はい、無党派、まあ、この辺りの反応はどうでしょうかね。そこにおいてはですね、やはり今回ですね、うん、トランプ氏は、まあ、目に見えた強さを見せたと思うんですね、はい、まあ、銃撃をされて倒れて、はい、そこから血を出しながらですね、立ち上がって、この写真ですよね、うん、はい、そしてこのように拳を突き上げて叫ぶと、これはですね、こうした姿はトランプ氏の気力と体力を、うん、まあ、存分に見せつけたというふうに言えると思います。うん、まだね、撃たれるかもわからないというような状況で手をこう上げてるわけですからね。はい、だこの姿がですね、まあ、中間層であったりその無党派層の人たちの投票を、まあ、トランプサイドに引きつけていく可能性があるんじゃないかと思ってます。うん、で一方バイデン大統領なんですけれども、その撤退圧力がですね、まあ、公言する民主党の議員がいたりとか、はい、かなり強まっているような状況でしたけれども、はい、この事件を受けて民主党はどうなんでしょうか、はい、受け止め方として。まあ、その撤退圧力、確かにこれまでのトピックではあったんですけれども、今回こうした事件が起きました、はい、まあ、これは、うん、政治的なテロであってですね、まあ、国家の危機だとも言えると思うんです。はい、でさらに、まあ、この社会の分断が広がっていってですね、その共和党支持者、民主党支持者、この暴力の応酬みたいなことは、まあ、国として避けなければならない、はい、とすると、まあ、民主党員の中でもですね、このバイデン大統領、今のリーダーであるバイデン氏のもとに集まって行かなければならないとすると、まあ、単に負けそうだから撤退せよという声はですね、上げにくくなっていく可能性が高いんじゃないかと見てます。あ、そうですか。うん、そしてこの事件、参加者が犠牲となる事態となりました。太田さん、はい、絶対あってはならない事件ですよね。先ほどちょっとワシントンの政界関係者ちょっと連絡取ってみたんですけれども、今回の事件はですね、大統領選をめぐるですね、この分断の深さと苛烈さの象徴だと、反抗の連鎖が起きないことを願うというふうに話していました。一方ですね、日本の元駐米大使取材してみたんですけれども、まあ、バイデン氏はですね、討論会のこの失態後もですね、支持率が実はトランプさんとそこまで開いてなかった、だけど共和党が今後結束してですね、これまでの支持率の天井を突き破る可能性もあるかもしれないと話してました。今回すでに共和党からはですね、トランプさんを独裁者呼ばわりした民主党のせいだ事件はっていうふうな言い方してるんですが、ここは非難の応酬ではなくて、むき出しの憎悪と分断の連鎖をまず断ち切ること、お互いがですね、対話をしっかりやること、それがまあ国難を乗り切る術だと思います。そうですね、まあ、中丸さん、その容疑者がなぜこういうことをしたのか、目的がはっきり分からない中なんですけれども、はい、これが分かってくるとまた違う影響というのを及ぼしますか。そうですね、射殺されてますんで分からないんですけれども、まあ、いろいろ人となりが出てくるとですね、それによってはこれがどちらの影響に転ぶのかっていうのは分からないと思います。でもう一つあるのはですね、おそらくそのローンウルフ型、一人の単独犯の行動に見えるんですけれども、これが万が一ですね、何かの組織や団体をバックにした犯行であった場合は、かなり社会の分断に与える影響大きくなると思います。ここまで中丸デスクでした。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。